こんにちは。私は阿蘇テレワークセンターに職場体験に来ている市原です。今日はここ阿蘇広域行政事務組合消防本部中部消防署に職場体験に来ている同級生をこれから取材します。今日ここからは何をされる予定ですか？ここからの予定は、仕事班といいまして、この15メートル訓練塔にかけられた15メートルのはしごを自己確保、命綱をつけた状態で登る訓練をします。全然大丈夫。本当に？楽勝。どうでした？大丈夫です。怖かったです。何が怖かった？音です。どうでした？重かったです。重かった。重かった。村山さんに質問してみます。この職場を選んだ訳を教えてください。と。ここにいる救急救命士に憧れたのでとこの職場に決めました。まだ2日目ですが、この職場でやりがいはありますか？といろんなことはきついですけど、人が面白いのでとても楽しく消防をすることができます。さっきの銃の訓練をやっての感想を教えてください。と教師さんみたいでとても楽しかったです。ありがとうございました。この職場を選んだ訳を教えてください。将来の夢に一番近い職業だなと思ってここにしました。この職場の楽しかったところは何ですか？規律訓練です。さっきの柔道訓練をやってその感想を教えてください。柔道以外と重かったです。走ってみてどうですか？いや、重いし、きついです。この職場選んだ訳教えてください。将来の夢に近い職業って言ったのと、人を助けるっていう職業が憧れだったっていうのもあります。まだ2日目ですが、この職場で楽しかったことがあるんですか？やっぱきつい仕事もみんなとやれるところです。ありがとうございました。素晴らしい。生徒たちの働きぶりはどうですか？みんな真面目でしっかり言うこと聞いてくれてですね、でところどころ自分たちで楽しく盛り上がってやってくれてるんで、本当にいい子たちだと思います。そう、この仕事を選んだ気がします。僕が選んだ理由はですね、東日本大震災と九州北部豪雨、前この仕事じゃない時に東北の福島県にいた時に東日本大震災に遭いまして、そこでの消防の活躍だったり警察自衛隊の活躍で、その後の阿蘇での九州北部豪雨での活躍を見て、人の助けになるような仕事をしたいと思ってこの職に就きました。この仕事をしていて良かったと思う時はどの時ですか？この仕事をしていてですね、そうですね、私たちが行く現場っていうのは大体人の不幸な現場に行くことが多いんですけど、その現場に行ってその人を助けられる、でその後にやっぱ感謝の言葉だったり、その自分のやりがいにもなって
ている活動ができているっていうのはやっぱり一番いいところですかね。この6人に何を期待されますか？そうですね、消防署に入ってほしいですって言いたいんですけど、まあ自分たちのやりたいことをやりたいままやって、自分の好きな仕事、好きなことをやって自由に生きてもらいたいと思います。よく言うとやっぱ消防署に入ってもらいたいですけどね。2日目の職場体験が終わったところです。いろんな訓練はきっと怖いという気持ちもあるはずなのに、同級生のみんなは行動が早くてすごいと思いました。みんなには少しでも夢に近づけるよう、あとの3日間を大事に過ごしてほしいです。